これからモダコンバット3のちょっと小技的なのをやっていきたいと思います。邪魔だな。まあ今からちょっとやっていきたいと思います。じゃあまあ一つは、まあこのショットガンとこのハンドガンとショットガンを使っていきたいと思います。じゃあまあまずこの2つの小技っていうか、まあ、鬼連射っていうんですけどね、この鬼連射をちょっとやっていきたいと思います。ショットガンはまあ3種類あると思うんですけど、一つは今あった、まあ威力高いんですけどそこまで連射速度がない、名前忘れたんですけど、まあ一つはまあ威力もそこそこ連射もそこそこっていうね、まあ三つ目のロアは威力もそこまでなんですけど結構連射型のショットガンで、今からやるのはこの初期のねショットガンでね、このショットガンはまあ実際はこんな感じで一発、まあ、こんな感じですよね。これがまあ連射できたら結構いいと思いますね、威力高いんで、まあ、だからまあ簡単にこうまあこういうこうなんですけど、この覗くボタン、覗くっていうかまあ覗くっていうこのボタンが結構大事で、これをこうありますね、射撃ボタン、この射撃ボタンを押しながら連射ボタンを連打するとこう結構連射できるんですよね。じゃあもう一回いきますよ、押しながら、まあ、こんな感じでまあですね、こういうふうにまあ歩きながらでも、こんな感じにやったらいいと思います。まあハンドガンでも同じですね、ハンドガンもこの一つ目はまあ連射速度結構あるんであれとして、二つ目はまあこう打ってみると分かるんですけど、まあまあ遅いわけじゃないんですけどそこまで速くはないんで、もうちょい速くしたいなーって思う人はまさきと同じで打ちながらここを連打するとこんな感じで超連射できるんで、この一発ずつ打てるとたまに動き速い人だと一発当ててもその後逃げられてしまうので、動き速い人でもこれだったら速攻で倒せるかも。まあチョキつけてても大体2、3発で死ぬと思うんで、つけてなければ2発くらいで死ぬと思うんで、じゃあまあこんな感じですね。じゃあ今のを使って少しショットガンとハンドガンの連射を使って一回プレイしてみたいと思います。鬼連射っていうんですけどね、ステージはまあどこでも適当にこのバックアップで、じゃあまずはこのショットガンでいきたいと思います。じゃあこれでまあ敵をまず探したいと思います。
右側に見当たりませんね。ないですね。おい、こっち来い。なかなか見当たりません。いないですね。あ、いた。ショットガンなんで、あんま至近距離で。こんな感じで。今のだったら、まあ一発でボーンって撃っても死ぬんですけど。じゃもうちょい、離れたところに敵を。あ、いたいたいた。まずい。お、サンキュー。ちょっと敵をもう一回探したいと思います。ちょっと待ってね。まあこんな感じにやれば倒せると思います。他にもいないかな。まあ、また同じように。危ない。まあ今のようにやれば楽勝に殺せると思うんで。まあ、またこういうふうに連射して殺せば、最初この連射結構苦戦すると思うんですけど、慣れれば結構簡単なので。上かな。慣れたらまあ普通にやってて楽しいんで。あ、たまにロアとかでやってくる人もいるんですけど、こっちの方が力あるんで、こっちの方がゴリ押しでいけるんじゃないかと。あとタレットなんですけど、僕のおすすめとしては、まあ、ここに置くことが結構いいと思います。なんかいますね、そこに。相手スナイパーなんで、そんな慌てないで動きながら。お、あ、ちょっと油断しましたね。じゃあ次ハンドガンで行きます。ハンドガンもそんなやること変わんないんでね。
同じような感じでやれば瞬殺できると思います。同じようにやれば全然全然ハンドガンもショットガンもうまく使えば普通にマシンガンよりもすぐ倒せるんで、結構槍も突っ込みますね。結構楽しんでね、まあこうなれれば結構なれるはだいぶ楽しくなってきます。まあこんな感じでやれば普通に倒すよりも断然早いんで、いましたね。慣れれば結構簡単なんで、あ、破壊されました。まあ、タレットまあ2つ目はお、あら、やられましたね。ついショットガンで、まあ、タレットをまあ僕的にあそこ壊されたなら次こっち置いてみるっていうのも置けない。まあ、ロガーちょっと使ってみますか。あ、待てよ。ロガーは、まあ、あ、バグりましたね。このおうち、多分これ接続切れると思います。じゃあまあ、今日は一旦これで終了します。あ、切れましたね。それでは。